こんばんは、FM です。今日はですね、ちょっと地球のことについてね、いろいろ話そうかなと思います。まあ、まず、とある人が言ってるんですけれども、まあ、私たち日本人の生活ですね。まあ、食料があって、物があってね、まあ、いろんなものがあって、まあ、それはいいんですけれども、というか、まあ、先進国ですね。先進国の国々のような生活を、もし、60億人ぐらいいるんですかね、地球の人がやれば、67億人かな、の人が全員僕らみたいな日本人の、まあ、中流というかレベルの生活をしたら、実は地球が4つ必要だというんですよね。ということはどういうことかというと、それだけの資源、食料がいるということなんですよね。うん、だから非常にバランスが悪いですね。例えば日本でも捨てられてる食料とか物は山ほどあるわけですよ。そこがちょっと非常に、まあ今はまあリサイクルと言われておりますけれども、なかなかその難しいところがあるんですよね。はい。で、その、そうならない、非常に偏ってる。そして貧困なとこはもう全く食料もなければ、学校もなければ裸足で歩いて、あるいは衛生も良くないので病気になってという、まあ非常にバランスが悪い。まあそれは随分前から言われてるんですよ。飢餓をなくそうと言われてるけど、むしろ増えておりますね。それからもう一つは地球を語る上で戦争ですね。戦争も国連などができて随分まあ、平和的解決というか、まあ勝手に始められないようにね、国連の決議がいりますとか、まあいろいろやっとるんですが、しかしながらご存知の通り減るどころか増えてますよね、戦争も。まあ正義の名のもとに人がたくさん殺されてると。それからもう一つ言うとね、自殺者ですね。日本でも、毎年3万人以上の自殺者、12年連続。考えてみればどっかの戦争よりかはるかに多くの方が毎年日本で亡くなられてるんですよね。3万人ですよ、毎年12年連続。もう異常事態ですね。で、世界的に見てもうつ病が非常に、蔓延しておりまして、まあ国民病というか世界病というか、まあ現代病ですね。だから今言ったようなことはほんの一部ですけれども、非常に病んでるんですね。で、まあ、当然のことながら地震、津波、あるいは台風、干ばつですね、あと竜巻ですね、というようなこともあります。で、動物の異常死もありますよね、大量死、異常死で、数年前からはミツバチがいなくなったということもあります。非常にもう、なんていうのかな、地球規模での大きな変化、100年、1000年に一度と言われるものがバンバン起きておりますね。まあ、まあ、どう考えてもというか、どう甘く考えても明らかな異常状態です。まあ、ただね、こうやって普通に暮らしてると別に変わりないじゃないかと、何言ってるんだお前はと、まあ、頭がおかしいんじゃないかとね言われそうなんですけれども、しかしまあ確実に、足音が近づいてきてるというか、大きな大きな変化が近づいてきてると、私はまあ断言していいでしょう。そしてまあ私がよく言うように、聖書であるとか一二三神事とか、出口鬼三郎というような、まああとシルバーバーチとか、まあ世界的に有名なですね、まあ予言の書といいますか、私たちに残してくれたメッセージも全て共通するんですよね。はっきりした年号が書いてある場合ない場合がありますけれども、まあそれと僕が再三言うマヤの暦ですね、マヤの暦が終わる、時間が終わると、5125年のスパンが終わると、それは全部リンクしてる、重なる、シンクロニシティですね、シンクロニシティ、共時性ですね、共時性が出てるわけですよね。明らかに近づいてると思いますし、そういったものを、世界的な書物を、まあ本屋でもこんな厚いのがたくさん売ってありますけど、見てるとそれが何の意味もない、何の関係もない、特に意味なんかないよというふうには私には思えないし、またそんな無責任なことを言えないと。